10日です、まあ、投票日ですね、はい。でまあ、午前中からやってたことっていうのはちょっと本当だったらもう作業入ってるけれども、その前に、ここの部屋に移しました。どうぞ。やっぱりここが一番部屋がとして広いんで、まあ、ここからオープンにしていきたいなって感じです。はい、まあ、あとはここら辺の荷物をどう処分していくかっていうところですね。まあ、ようやく、まあ、ここも荷物があるんで、これもあっち持ってきますわ。なので、まあ、あとはここら辺の材、端材と外ゴムチャリブのチャリの組み立てのタイミング、まあ、そこら辺を見てやっていきますね。はい、まあ、ここも開けばすっきりするので、まあ、頑張っていきましょうという感じですね。はい、イズログです。で今回はですね、台所から作っていきますね。で台所をコーキングして、換気扇とかを つけるための準備です。まあ、これが7月10日、まあ、ちょうど確か投票日だった記憶があります。で投票日じゃなく、まあ期日前投票ではありますけど、済ませたんですよね、とっくに。で、まあ、その時にですね、期日前投票の投票場所と実は別っていうことが分かんなくて、期日前投票じゃない普通のね、投票日当日に当日をすべきところに行っちゃいましたね。まあ、そんな時もありました。まあ、なんせ人生で2回目かな、確か投票所行ったのは。まあ、なかなか珍しいイベントかなとは思いました。で今回はこれ台所なんですけど、まあ、台所が一番ひどいんですよ。何がひどいかっつったら、隙間風ですね。それが一番ひどいです。でこの隙間風の仕組みとしては、写真とか動画をこの動画にはつけてないですね。何がひどいかっつったら、屋根の軒の下かな、桁があって、そこに石膏ボードじゃなくて何ボードだっけな、ケーカル板があったはずなあるんですけど、でそのケーカル板が割れてるんですよ。でそのケーカル板が割れていて、でじゃあその割れたケーカル板から風が吹き込み、でその吹き込んだ風はダイレクトに屋根裏行きます。で屋根裏から、この居住空間というか室内ですねにはダイレクトに来ます。なのでただでさえ通風口がめちゃくちゃでかいんですよ、この家。なので床裏じゃないや、屋根裏の湿度はゼロです。なのでカビが全くありません。それはそれでいいんですけど、この良すぎる風通しがゆえに、ですね、まあ、動画で白い板ですね、前日にペンキを塗っておいた、白い板を打ってるとこがあるんですけど、そこはなんか穴ボツボツボツって開いてるベニヤなんですね。で、そこから実はものすごい風入ってくるんですよ。多分その証拠に僕がこれ直す前にはなんかビニールが貼ってありましたね。ビニール製の布生地かな。で、おととしの秋口っていうか冬ですね。スキー場行く前に気づいたんですけども、そこのビニールがもうめちゃくちゃ風で膨らむんですね。なので、まあ、そこが一番寒いし、で水道もまあ外気温とイコールになったら凍っては使えねえだろうっていう話なんで、ここをまず気密性上げるために塞いでいます。それでもまだ入ってくるんですけどね。はい、今昼ですね、1時半ぐらいで飯を読んで取って、帰ってきてちょっと作業しましたね。はい、まあ、ちょっとな、黒いボンドが残っちゃったんだけれども、まあ、これでよしとしましょう。やっぱりね、1枚アルミのシート1枚引くだけで相当違います、熱断熱に関しては。まあ、もちろん 100% の断熱は無理なんだけれども、それなりの断熱っていうのは肌で体感できるレベルで分かっちゃうんで、やってみてこれは良かったですね。うん、次はこっちの漆喰塗っていきましょうか。作成までできるかな。はい、まあ後日談でありますけれども、まあウッドデッキの作成はまだまだはるか遠い日ですね。
で、ここは漆喰塗ってます。発泡スチロールで、ふかし壁の断熱をした上でやってます。で、この壁もめちゃくちゃに冷たいんですよ。なんでかって言ったら、まあ、さっき言った通り、屋根裏の風が今度は吹き下ろしてきます。特に居室で言えば、屋根が竿天井なんで、竿天井のあのベニヤの隙間からダイレクトに来ますね。なんであれ、ちょっと埃っぽいんですよ、この家。なので、それがきつかったですよね。で、まあ、あとは、埃っぽくて、クソ暑くて、クソ寒い。それでいて、風が隙間からビュービュー入ってくる。これは倉庫にしかならんなっていう家ですね。でも、まあ、ここを、まあ、ぼちぼち直していって、で、まあ、漆喰って意外とでかいっすね。漆喰があることで、なんて言うんだろうな。発泡スチロールも空気を含んでるんですよ。なので、まあ、断熱だったり、なんだろうな、部屋の中を暖かくする効果っていうのは、まあ、それはあります。で、何が大きいかって言ったら、まあ、その気泡ですね。空気の入る泡が入ったり、その発泡スチロール内に空気を含むために穴とか開いてるんですけど、そこにもまあ、もちろん温まれば、温まった分だけ冷気も入ってきたら、じゃあ、抜けていったりするわけですよ。暖かくもなり、まあ、寒くもなるようなものです。基本的に段ボールだったり、その、発泡スチロールの上に、寝てれば、体温を反射して暖かいんですけれども、ここの場合には、ベニヤ越しに冷えてくる冷気の方がよっぽど強いんですよね。なんで、やっぱり、その、冷気も通しがちなので、じゃあ、冷気をシャットアウトできないかなと思った時に、もう漆喰でその気泡自体を室内側から封じてしまうことですね。で、それをすることによって室内の暖気が逃げませんので、それでもなかなか違いましたね。まあ、一応まあ外でコンクリートをね、完成させるんですけれども、まだちょっとここ、ウッドデッキをようやく作る段階に来たんで、ちょっと、はい、まあ、ウッドデッキを作るにも、まあ、ウッドデッキを作るために必要な地面の整地が必要です。で、これ、水平がね、出ない。で、最初はですね、これ、コンクリートをハンマーで叩いて砂利にする気ではいましたが、まあ、やめましたね。気の遠くなる作業なんで、雑草対策でマルチ張って、その上に無理やり置きます。今回、まあ、こんな感じで流したんで、あとはビニールシートをバーって、まあ、ビニールシートの前にあそこら辺と、あそこら辺かな。ちょっと生コンって平らにしてかな。その後に、ビニールシートで草が生えないように、やろうかなっていう感じです。はい、でこれがですね、ちょうど道路側になりますね。ですね、まあ家庭用の焼却炉がまだ納屋にあった状態なんで、まあここにですね、一番ちっちゃい家庭用の焼却炉を置いて、まあ燃やすって言ってもな、最初全部出た廃材、ここのあれだ、焼却炉ですね。で、燃やそうとしたんですけど、まあ、その焼却炉では燃やせない大量の量の、廃材出ましたね。まあ、当たり前ですね。で、そもそもその家庭用焼却炉っていうのは、枝とか、あと葉っぱ燃やすようなものなわけで、無理なんですよ。なんで、ここで燃やしてるとね、もう全然進まないですよね。まあ、ここに火をつけて、まあ、焼却炉蓋閉めておけば全然いいんですけど、まあ蓋を閉めると煙が出ちゃうんですよね。なので煙出さないために中身をもうちょい減らさなくちゃいけないし、中身減らしたら燃え尽きるのが早くて、またどんどん次に廃材入れていかないと火が消えちゃってめんどくさいんで、それもまためんど、離れられないから作業が進まないっていうのもまためんどくさいっていう感じですね。4月10日も5時を過ぎました。まあ、一旦ここら辺でやめようかなって思います。はい、まず今日はここお引っ越しですね。
本来ここに引っ越すつもりはなかったんですけど、まあじゃあここに引っ越さなかったらじゃあどうするのっていう話で、まあ、こんな感じで結構あそこに引っ越したっていうのが一番大きくて、まだまだ細かい作業があるんで、電動工具とかが作業するところに近いのは良かったなって思いますね。はい、まあ一応ある程度終わったら、まあ中入ってきましたね。でまあもうそろそろボンドも乾いている頃ではなかろうかという感じです。でこれで、塞ぎますね。まあ塞ぐのはタッカーかボンドかビスで乱暴にやってますけど、やっぱり風が入ってこないの違いますね。はい、でまあこれ3回結局使いましたね。まあ、一応多分一番端を決めるであろう、あれそこに、この柱を、塚ですね、塚の支えが入るんで、まあそこにそろえ、水平出してあそこに揃えます。そして今日完成です。でまだここがモルタルが足りてないんで、また近いうちに流し込めるときに流し込んでしまおうかなと思います。大体こんな感じで、乾くまで待ちますね。はい、まだね今日こんな感じです。であとはちょっと荷物を下ろして終わりです。はい、まあ今年は一応ですね、形式的にはプレオープンはしました。まあとにかくね、今年プレオープンまでやるという目標があり、まあそれは達成できたんでいいと思います。なんで今年は10月20日まで一応やる予定です。よろしくお願いします。ではでは。